皆さんこんにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょうロンドンで行われた日本への講義でも写真プレスアソシエーションアフロ2018年12月26日の政府発表によって広く内外に知られ日本は とうとう IWC 国際捕鯨委員会からの脱退を表明した。そしてその年末に脱退の意思表示が条約議定書二国のアメリカ合衆国に通知されているのそれほど簡単ではないだろう。捕鯨問題に関してはノルウェーに学ぶべきところが大きい。ノルウェーは1982年の商業捕鯨モラトリアム一時停止にも異議申し立てを行いその後 現在まで異議申し立てを継続したままだ。1986年に商業捕鯨を一旦停止し、1993年から復活させた。もちろん異議申し立てを合法的にしているから、国際法的に一切問題はない。また、次の一手も戦術的に素晴らしく、日本が受け入れざるを得なかった、米国のパックウッドマグラソン修正法による制裁も恐れることはなく、 先祖から受け継いだ漁業を粛々と守り抜いている。しかも、科学的に妥当にである。ノルウェーといえば、大国も及ばぬ世界が驚くような外交政策を打ったことを思い出す。1993年、ノルウェー政府の仲介に懸猿の中と思われていた、イスラエルのラビン首相と PLO のアラファト議長の間で、オスロ合意ともいう、パレスチの暫定自治に関する原則宣言が、 調印された。海洋水産の分野では、20世紀末から求められていた、複数種一括管理。一つの魚種だけで、漁獲限度を決めるので、生態系全体の構成員を考慮して管理するを、初めて実際に導入した国でもある。大国が実現できなかった海挙に、胸がすく思いだ日本はノルウェーに学ぶべきロー、ロ以上、加藤秀弘氏の新刊。 クジラ博士のフィールド戦記公文写真書をもとに再構成しました。長年、IWC 科学委員会に携わってきた著者によるゲ類ル研究の最前発行は半年後の7月1日となる。この決断に対しては内外から批判の意見もある。捕鯨反対のスタンスを取るレギュラー評論家に加え、 クジラ博士のフィールド戦記詳細はこちら。にわか国際捕鯨問題評論家も多数出現した。筆者はそのことを批判しているわけではなく、それだけ大きな決断であったということと理解し、関連記事、内戦の確率35%、アメリカで第二次南北戦争が始まる説、日本は実に地道に持続的利用再開の努力を続け、IWC による ゲ類ル源の調査研究と管理に貢献してきた。いささか力が入りすぎてしまうが、日本は IWC の組織維持にもかなりの努力をしてきた。少なくとも1982年以降、実質的に IWC を支えてきた最有力国の一つから日本を外すことはできないであろう。どんなに非難されてもひたすら耐え続ける優等生であり、功労者でもあった。そして、 国際捕鯨取締条約を条文通りに正面から捉えていた日本がその条約のもとに設立された IWC を出てしまったのだ。日本政府は2019年2月に商業捕鯨への道筋を示した。水産庁によれば2019年7月以降日本の200海流水域内での商業捕鯨を復活させると宣言している。捕鯨母を用いて行う。 沖合捕鯨と従来の小型捕鯨業をそのまま継続させるとのプランを発表した。完全に商業捕鯨に移行するには、それなりのプロセスと努力が。